おい、木村、会長の杯よこせやと、こら。悪い、何様のつもりや、こら、ボケ。それで、こいつにも会長の杯やって、おまけのお前らの喧嘩の結末やと、こら。お調子に乗るもいい加減せや、こら、ボケ。すいません。俺も、若いもん黙っておられちまって、このまま黙って引き下がるわけにはいかないもんで。そやから、こいつに杯やって、うちの会は何の得になるんじゃ、こら、おてめえ何言うてんのか分かってんのかい。花菱と三能会喧嘩させる機会。保佐もあれは昔の三能会じゃない、ただの加藤組だって。いや待て、こら、何のかしとんじゃ。こら、三能会とはお前のチンポの経営入る前から杯交わしとんねん。あ、お前らみたいなチンペラの三下取られたくらいで、戦争にでもなったら誰が責任取るんじゃ、ボケ。なんもする前から花火師の後ろにこそこそ隠れようと仕腐りやがって、こら。戦争になったら俺は鉄砲玉になって真っ先に言ってくれるんやろな。分かってます。アホか、てめえは。だいたいこいつはてめえの親分殺したやつだぞ。そんなやつと手組みやがって、それでも自分が何やっとるか分かってるっていうのかい。あ、俺も兄貴も上の者の言った通り動いただけなんで。木村、もういいよ、帰ろう。おい、おとも、今何言うた。何がだよ。何や、こら、舐めてるか、こら。舐めてねえよ、バカ野郎。会長がわざわざ忙しいのに会ってくださってるっちゅうのに、あ、帰るやと、こら。お前らが帰るか帰らんかはこっちが決めるんじゃ、ボケ。時間の無駄だっつってんだ、この野郎。あれ、なんじゃい。なんだ、この野郎。すいません、兄貴、ちょっと待ってくれ。なんや、こいつ舐めやがって。おい、どうかぜ。はい。ただじゃおかんのか。ただじゃおかねえんだろ、どうすんだこの野郎。撃ってみろ、こら。木村、この落とし前どないつけるんじゃ、こら。やってやれねえけ。やれよ、この野郎。あれ、これ、おもちゃか、これ。すいません、勘弁してください。兄貴はまだ無所から出たばかりで、まだ何も知らないっす。何も知らんのはお前のおもちゃ、ボケ。お、こんな腐るけど連れてきやったから、あ、どうとしまいつけるんじゃ、こら。指詰めるか、こら。おどないするんじゃ。あ、詰めるんか。詰めるやったら道具いるやろ。何が欲しいんや。何が欲しい言うてるやろ。あ、どうすか、包丁か、出してやろうか。てめえらガタガタうるせえんだよ、バカ野郎。指の帰ろう。何や、こら。何を指詰めるか、この野郎。でもただじゃおかんか、こら。だからやってみろっつってんだろ、この野郎。チンピラやれ。誰がチンピラじゃ、こら。お、やったらねえかわ、いてまえぞ、こら。おやれ、こら、やれ。なんだ、こら。これいいんすか。三の会ぐらい俺らだけで取ってみせますよ。